先生だぞ。あ、もしもし。もしもーし。あの、先週修理出したものなんやけど。はい。まあ、車直ってないんだけど。どんまいです。は？お、なんつったよ。どんまいです。は？どんまい誰どんだこれ。おい、はい、お前何客に対してどんまいですよこれ。おい、おかしいだろお前。申し訳ございませんとかだろお前。じゃあお客さん落ち着いてください。何やこれ。落ち着いてください。ああ、落ち着いてください。ああ、お客さん冷静に考えてください。ああ、車屋に車出して直ってなかった。ああ、この状況はドンマイかドンマイじゃないかで言うとドンマイです。ドンマイです。なめとんけこれ。おい、なんでしょう。客にてこっち17万払っとんぞ。それは非常にドンマイです。ドンマイ以上だろうや。お前ちゃんと直したんかお前ら。おい、直しましたよ。嘘つけよお前。右のウインカー全然使えやないか。非常ドンです。何や非常ドンで。非常にドンマイです。訳すなこれ。おい、でも、こちらとしてやれることはやりましたんで。嘘つけよ、お前やってないやろ、おい。やりました。おい、お前話になるの上のもん出せ、これ。ちょっと待ってください。見た目息ついとんじゃん、これ。お電話かかりました。店長の、と申します。あ、店長か、お前。あの、うちのものがね。おい、さっきのやつ、何や、あいつ。お前、クビさせえや、あんな。いやー。何や、あいつ、腹立つの。あの、お客様、私でよければ対応させていただきますので。ああ、ああ、あのさ、最初の修理出したやけど、はい。治ってないよ。ドンマイです。お前も使うんかい。お前も使うんかい。ウルトラドンマイです。何や、ウルトラドンマイって、おい。ウルトラだ、これ。うわ、うちは。おい、客に対してドンマイって使うな、お前。お前らそういう教育なんだ、こんな、おい。いやー、なんか申し訳ございませんとか、お前、そういうこともちゃうんだ、こんな。いや、でも、ドンマイかドンマイじゃないかで言うと。ドンマイです。ドンマイです。お前、舐めとんけ、こんな。なんでしょうか。その二択で委ねんだ、こんな、さっきから。それ言うのドンマイやけど。でも、私、間違ってないですよね。いや、間違っとんけ、お前らちゃんと直してないやろ。いや、やりました。やってないから、右のウインカー使んのやないか。じゃあ、やってないのかなぁ。おい、じゃあ、金返せよ、こんな。おいくらでしょうか。17万円。17万。うん。それをちょっと私どもがですね、お客様にお返しすると、うちがドンマイになっちゃう。お前頭おかしいんだ、お前。ですね。お前、何、普通に、ね、会社の利益のために、そのお客から金取るんだ、そういう風に。直しないのに。うちのボーナスはドンマイにならないことを考えておりますので、17万って結構、ドンマイな額じゃないですか。お前晒すぞこれ。おい、おい、今のお前ちゃんと、おい、録音しとるけど、おい、ドンマイ晒すぞ今の。ドンマイ中のドンマイで、ドンマイ収まりはどっちがドンマイかっつうと、お客さんの俺ドンマイ。お前これだ。ドンマイっつうの。おい、欲しいかな。おい、お前待っとけ。お前今から行っとるのじゃ。今夕方ですので満ち込んでると思うんですよ。時間帯ドンマイだ。